てた、よかった。パパイヤでしょ、あとキウイも安いし、まあ牛乳も買っとかないと。やっぱ低脂肪？いや普通でいいでしょ。ヨーグルト、なんでこういうのばっか買っちゃうんだろうな。でも惹かれる。ここで アメリカ生まれの黒い猫、名前はフィリックス。その笑顔は世界中の人々を虜にしてきました。そう、世界で一番有名な猫、それがフィリックス・ザ・キャットなのです。誕生は今から90年前、アニメーションの歴史上初めての人気スターでした。伝説的な偉業のそばにもフィリックスが。歴史的誕生と人気低迷の後の奇跡的な復活、陰には時代を超えた2人の天才クリエイターの努力と才能がありました。一匹の黒猫が時を超え国境を越えて愛され続ける理由とは。フィリックス・ザ・キャットの真実、世界一有名な猫の秘密。お邪魔します。フィリックスに誘われてやってきたのはモデルとして活躍する押切もえさん。子供の頃からフィリックスの大ファンなんだそうです。フィリックスの印象はズバリ、小さい頃大好きだったキャラクターです。まあ、黒と白の、イメージがすごい可愛かったのと、目がパチパチ大きくって見ると元気になるっていうイメージだから、ただ可愛いキャラクターじゃなくってちょっとクールな印象もあるし、かっこいいですよね、なんかおしゃれなイメージです。いやー、どこで生まれたかはアメリカですよね、多分アメリカっぽいんですけど、なんだろう、どんな話かとか全然知らないですね。動いてるフィリックスくんは見たことがないかも。お、フィリックスは大好きだけれど、どんなキャラクターかはよくわからないという押切さん。それではここでフィリックスがどのように生まれたのかをご紹介しましょう。フィリックスが誕生したのは1919年のアメリカ。その頃人々の一番の娯楽といえばサイレント映画でした。まだ映画にはセリフなどの音声はなく、劇場でバンドやオーケストラが伴奏をする、そんな時代にフィリックスは誕生したのです。お、そろそろ始まりますよ。これから上映するのは90年前、フィリックスが初めて登場した記念すべき作品です。
世界に初めてフィリックスが登場した時の姿、今とはだいぶ様子が違います。フィリックスという名前もまだついておらず、マスター・トムというキャラクターでした。した音色を表現する音符が手漕ぎ車になる、そんなイマジネーションあふれる表現や人間のような表情と動作、にじみ出てくるユーモアが大きな評判を呼びました。人気キャラクター誕生の瞬間、このおよそ4分の映画が公開されたのは1919年11月9日、大正8年のことです。これ映画ですか？コミカルな動きで、最初でも最後までフィリックス君って思えなかったぐらい顔が違うんですけど、結構もともと犬顔だったんですね。なんかこの白黒の世界でその色のなさを忘れさせるほどコミカルな動きだし、表現方法がすごく様々で、見ていて結構引き込まれました。こんなに昔から活躍していたフィリックスなんだけど、誰がどんな思いで作ったんだろうっていうのが気になってきますよね。フィリックスの生まれる前の年、1918年に第一次世界大戦が終結。世界規模で戦われた最初の戦争から帰還する兵士たちをアメリカ国民は温かく迎えました。その兵士たちの中にフィリックスの生みの親オットー・メスマーの姿もありました。当時20代の若者だったメスマーは、戦前漫画家として、そしてアニメーション映画のアニメーターとして活躍していました。2年間ヨーロッパ戦線で戦い帰国したメスマーは、パッド・サリバン・スタジオという小さなスタジオで念願のアニメ作りを再開します。当時のアメリカは戦争による特需と産業や娯楽の発展によって大繁栄時代を迎えようとしていた一方、海を渡り命がけで戦った兵士たちや後方で戦争を支えた市民の心は疲れ果てていました。そんな中でメスマーは人々の心を癒すために1919年一匹の黒猫を描いたのです。これはオットー・メスマーの肉声を記録する貴重な映像です。 On a side at home I got an idea of a pet cat who would be a lonesome cat, a homeless cat, you know, wandering around, but he would see different homes and different comic ways he would get to be the house pet. Jack King of, no, Mr. King, I forget his first name, of Paramount, gave it the name Felix, from Felicity and Feline, see? Good luck cat.And that's where the name Felix came from, you see.
こうして生まれた一匹の黒猫。作品が映画館で上映されると観客は熱狂。フィリックスは瞬く間に大スターになるのです。フィリックスは絶大な人気を誇り、以後150本以上の作品が作られる人気シリーズになりました。 She's got the advantage of every theater on Times Square and hundreds in New York ran each week to Felix. You know, the impact was terrific. 作者も驚くほどの人気を博したフィリックス、世界初のアニメスターとなったのです。ところでこの動き、誰かに似ていると思いませんか？当時のサイレントスターチャップリンです。フィリックスはチャップリンのユニークな動きを取り入れながら、アニメにしかできないアクションや斬新なストーリーを開拓。2週間に1度という驚異的なペースで次々に新作を生み出し、アニメの可能性を広げていきました。オットー・メスマーの都会的なセンスと豊かなイマジネーションは当時の観客を驚かせました。Some of the other animes in those days seemed to be afraid to do an impossible thing, you know? I didn't. 作者であるオットー・メスマーが2年間の戦争体験を経てフィリックスに盛り込んだメッセージは2つ。1つ目は、どんなピンチに追い詰められても決して諦めず、あっと驚く方法で危機をくぐり抜ける不屈の精神。そしてもう一つは、周囲に注がれる大いなる優しさ。それはオットー・メスマーの人柄そのものでもあり、彼がフィリックスを通じて人々に訴え続けた思いでもあったのです。知らなかった。フィリックスの名前の由来が幸運を意味していたなんて、奥が深いですね。あとやっぱり戦争で疲れた人たちの心を癒す存在でもあったっていうのがすごく、勇気を、見ていて勇気をもらえるし、あとなんか不屈の精神とかももしかしたら今の時代にもちょっと合ってくるんじゃないかななんて思います。そう、あとチャップリンが一緒に共演してましたけど、すごい、すごいことです。これ知ってる人少ないんじゃないですか。チャップリンってもう本当に今もファンの人がたくさんいますし、今も愛されている伝説の人ですけど、フィリックス君一緒にアニメの中で踊りを踊ったりしてましたもんね。びっくり。今見てももうすごい元気になるし、明るい気分になりますね。多くの人が笑顔を見て笑って、ああ楽しかったねって帰る姿が想像できます。幸運を呼ぶ猫フィリックス、その存在は第一次大戦後のアメリカに大きな勇気を与えました。
映画だけでなく新聞の漫画など多くのメディアに登場し、まさに国民的キャラクターとして全米の人々に愛されたのです。人形や日用品をはじめ数々のキャラクターグッズが制作され、誰もがフィリックスを身につけました。Well, in the 1920s, there were hundreds and hundreds of toys out. There's nothing. The carpets with Felix's in for children's rooms. Pajama sets with little Felix's like flowers. Dinnerware. All kinds of coloring books. Mechanical toys.Terrific amount in everything. アメリカを代表するデパートメイシーズが主催した感謝祭のパレード、こんな巨大なバルーンが。ベーブ・ルースの活躍によって黄金期を迎えていた1920年代のニューヨークヤンキース、フィリックスは球団のマスコットキャラクターにもなりました。The Yankees, he was a mascot in this particular one for the New York Yankees, and they were losing terribly. Now, the only way you can save a team from losing if they're 20 runs behind is to have it called in the fifth inning. You know, no game, count the rain.Hits the bat, and he hits in the fifth inning. He hits a ball up, way up to the sky, you know. It's too pluvious, and he's so angry that he turns on the rain, you know. The game called, nobody lost. That was a famous pilot, I mean.1927年5月20日、ニューヨークのルーズベルト飛行場。当時25歳の若者が歴史に残る偉業にまさに挑戦しようとしていました。彼の名はチャールズ・リンドバーグ。ニューヨークからパリ、世界初の大西洋単独無着陸飛行です。この時フィリックスの大ファンだった彼は、命がけのチャレンジに幸運のお守りとしてフィリックスの人形を操縦席に乗せ、見事快挙を達成。そんなエピソードから後にアメリカ空軍の飛行機には不屈の精神や幸運の象徴としてフィリックスの姿が描かれるようにもなったのです。テレビ放送の歴史においてもフィリックスは重要な役割を果たしました。1928年、世界初のテレビの実験放送、画面に初めて映し出されたのはフィリックス。白と黒のコントラストが映像に最も映えること、そして全米で一番有名なキャラクターであったことから選ばれたそうです。いや、こんな大人気になったのは知らなかったです。でももちろん知らないんですけど、メイシーズのあのバルーンのフェスティバル感謝祭にあのパレードで参加したこととか、あとはリンドバーグ幸運のお守りと言って一緒に飛行機乗ってたりしてたんですね。すごい。なんかこの人気って今の時代で言うと誰に当てはまるんだろうっていうぐらい、もう本当唯一の存在ですよね。しかもテレビに初めて映ったのはフィリックス。こうして今テレビの前にいる私の大大大先輩でもあるわけですね。フィリックスの映画のタイトルに
必ず見ることができるこの名前。パッド・サリバンはフィリックスを制作するスタジオのオーナー。作者のオットー・メスマーは彼の元で働いていました。ビジネスセンスに優れたサリバンはフィリックスの人気を高めるために次々と手を打ち、グッズの著作権料など多額のお金を手にしました。一方のメスマーはあくまでもスタジオの社員として、面倒な交渉事やビジネス的な事柄には関わらず、コツコツとフィリックスを描き続けました。人々を楽しませることだけを考えていたメスマーは、愛するキャラクターを描けるだけで自分を幸運な男だと思っていたのです。人気の頂点にいたフィリックス、しかしそんな彼に悲劇が訪れました。きっかけは世界初のトーキーアニメ映画「蒸気船ウィリー」。現在の映画と同様に映像に合わせて音声が流れるこのトーキーの登場は、サイレント映画しか見たことのなかった当時の観客を驚かせました。一方、フィリックスの制作者たちは新たに生まれたトーキーを一時の流行と軽く見ていたのか、この技術に積極的ではありませんでした。しかし観客は皆斬新なトーキーアニメに流れ、フィリックスもまたミッキーマウスの勢いに押し出されていったのです。さらにもう一つの悲劇がフィリックスを襲います。スタジオの経営者パッド・サリバンが亡くなり、スタジオは閉鎖。フィリックスの版権は複雑化し、アニメを作ることは困難な状況になったのです。メスマーはアニメなどを初めからなかったかのようにフィリックスの漫画をただ静かに描き続けました。後にフィリックスがカラーのトーキーアニメとして制作されることになっても、メスマーは参加を辞退し、他の人物の手に委ねました。オットー・メスマーなしで作られた新しいアニメはディズニーの二番煎じなどと酷評され、シリーズはわずか3作品で打ち切られました。この時人々はメスマーのクリエイターとしての哲学がフィリックスにどれだけ大きな力を与えていたかを思い知るのです。くしくも世界は大恐慌の真っ只中にありました。フィリックスもまた先の見えないトンネルに迷い込んでしまったのです。大変です、大変なことが起きちゃいました。そっか、ミッキー&トーキーか。なるほど。いやー大変ですよ。もうまあ二番煎じと言われた映像も確かにちょっと分かる気もしますね。そっかー、あんなに人気だったのにこんなことが起きるなんて。やっぱりいい時ばっかりじゃないんですね。でもこの後ってどうにか対策したんでしょうか。フィリックスの復活には少しだけ時間が必要でした。フィリックスが表舞台から姿を消した後、世界は再び戦争の時代へと突入していきました。フィリックスの存在は忘れられたまま、20年以上の月日が過ぎていったのです。その頃、フィリックスの生みの親オットー・メスマーは新聞の連載漫画を細々と続けていました。彼はフィリックスをかつてのようなスーパースターとして復活させることにはまるで興味がないようでした。時代が移り変わるように新たな天才が現れます。オットー・メスマーの弟子として
フィリックスの漫画を描いていた女王リオロ。アニメーターとしてポパイやベティちゃん、お化けのキャスパーを手掛けた経歴を持つオリオロは、フィリックスの版権を持つパッド・サリバンの甥に会い、フィリックスの復活に向けて動き始めることになります。彼らが注目していたのはテレビ。第二次大戦後の繁栄に伴い急激に普及していたこの新たなメディアにこそフィリックスの活躍の場があると信じていたのです。しかしどのテレビ局もフィリックスのことをもはや古臭いキャラクターだと思っていました。彼らを説得するには見本となるパイロット版を作らなければ。問題になったのは資金、1万ドルという大金が必要でした。ジョー・リオロは当時を振り返り後にこう語っています。 So I went to my father and I says, look, I want to do a pilot. I said, I need $10,000. I says, you think you can loan it to me? So he says, sure. So he scraped up every cent he had and let me have it.So I said, well, this is a big risk on my part. And I decided, well, hell with it, I'm going to go with it. 全ての作業は少人数で手作業によるもの。子供たちが使用済みのセル画の古い絵を消し、新しい作品に利用しました。フィリックスのデザインはずんぐりとした黒猫から手足の長い現代的なデザインへ大幅に変更。さらに当時まだ主流だったモノクロではなく、始まったばかりのカラー放送を想定して制作し、子供たちを夢中にさせるためのアイデアを加えました。 When you're developing the character of Felix for TV, what changes did you think were necessary in his character? Well, that's a good question. Very good question. Mesmer changed Felix too many times according to how he felt, because he was the only one doing it. And he wasn't making a pattern for anybody to follow. That's the way he did it. And he would have a fat Felix, and Felix never talked. So I had to make Felix so that he would talk, so people would understand what the hell he was doing. Years ago, he would think, and the balloon would come out and it would tell you what the hell he was thinking about. See? So I took that into consideration. I said, why the hell should he think it? Why don't he say it? Wonderful cat. Whenever he gets in a fix, he reaches into his bag of tricks. Felix the cat. 1958年、新しく生まれ変わったフィリックスはテレビの前の子供たちを釘付けにしました。ジョー・リオロはフィリックスに世界観を広げる小道具を与えました。その一つがどんなものにでも変身する魔法のカバン、トリックバッグです。他にもトリックバッグを狙うプロフェッサーやその手下のロックボトム、フィリックスの友人で天才少年のポインデクスターなど、個性豊かなキャラクターも加わりました。科学の発展や経済成長に合わせるように作品の舞台やテーマも拡大。国民的アニメとして数多くのテレビ局で放送され、10年以上にわたって子供たちを夢中にさせました。それからも
ち歩き用アイソトープ積分器もあるよ。1960年には日本に上陸、 NHK 3年後にはフジテレビでも放送され、高い視聴率を記録。それじゃ急がなくちゃ、マーティン。日本の漫画家やアニメーターたちにも大きな影響を与えました。海の親、オットー・メスマーから育ての親、ジョー・オリオロへ、フィリックスは2人の天才のリレーと不屈の精神で見事によみがえりました。大きく作風の異なる2人のアニメ作家、オットー・メスマーとジョー・オリオロ、2人はお互いが描くフィリックスをどう思っていたのでしょう。Oh, this is a case like you said, different animators. His style was different, you know. The general's cartoons were very good, but Felix wasn't starred, you see. He was just in the background. They used their own characters with a whole bunch of them, you know, which it's kind of just like Chaplin wouldn't be anything if he didn't star. You know what I mean? Right. The story should be about him. Were there any physical differences?He did he add anything or take anything away? Well, without criticism, you know, they have their right to their own conception. But he made the little long legs that didn't look good on Felix, you know? And the big mouth, the mouth too big. But I don't want to criticize him because he's a friend of mine. They did pretty well, it went over, but I mean, it wasn't Felix, you know? No criticism of his...way of doing it. The legs are too long. ジョー・オリオロは尊敬するオットー・メスマーのキャラクターを引き継ぐことを最初はためらったといいます。しかし彼はフィリックスを新たに復活させるために自ら手を加えることを決意したのです。Well, I met Mesmer again, who I knew and was my idol for years and years when I used to look at the comic page in a dispatch. It was a local paper, and Felix to me was so wonderful. And the man is was to me one of the most talented and most wonderful gentlemen that this business ever could put their thoughts or can point to.He is more a memorial to the business. And I'm telling you sincerely, I don't know how it's going to come across on your tape, but this is my feeling for him. And I wouldn't do anything to hurt him, and anything I can do to help him so that he can really get what's due him, I will do it.ジョー・オリオロは生前、クリエイターとしてのオットー・メスマーを尊敬し、ことあるごとにその偉業を称え続けたそうです。それぞれの時代を生きた二人の天才。確かなのは、メスマーがいなければフィリックスが生まれることはなく、オリオロがいなければその復活と現在の人気はなかったということです。やっぱりメスマさんがいなかったらいないフィリックスは作られていないってことはすごく大きいと思うし、まあ、その後やっぱオリオロさんが復活させなかったら、もし他の人が別の考えでやっていたら、みんなの目に果たして今の時代に残っていたかもわからない上に、もっともっとメスマーさんの意に反したものができていたかもしれないんですよね。だから私はこれはすごくいい結果だと思ってるんですけど、やっぱりその中ではいろんな思いがあったんだなって。2人とも愛情があるゆえに、でもオリオロさんが最後に言っていた
彼がどんなことになっても助けに行くと思うしって言ってたのが、やっぱりちゃんとした絆があって、それが全てを物語っていると思います。おや？ん？押切さんのところに誰かお客さんのようです。どうもこんにちは。押切萌です。どう、ここ私ん家じゃないですけど、どうぞおかけになってください。海外の漫画やアニメの事情に詳しい評論家の小野光生さん、フェリックスの大ファンです。押切萌です。小野です。小野さん、フェリックス君ですか？それは持ってるのは。そうなんです。これね、ずいぶん昔にね、人からもらったんですがね、ポロポロって落ちちゃいましたよ。そうなんです。それがね、小さいんですけどね、気に入って窓際に置いといたんですよ、はい、ずっと置いといたもんだから、太陽の光が当たっちゃってね、少しこうはげちゃってボロボロになっちゃって気がついてたってことが、でもちょっと捨てるのもったいないんで、はい、気に入って持ってきてるんですよね。大事にしてるんです。それとあとね、もう一回小さく見えるかしら、一番典型的なフェリックスのポーズですね。しきりさん見えます？あ、これそうそう、このなんか後ろに手をやってこう考え込んでね、だからフェリックスっていうのはこう考える人っていうか、考える猫でもあるんです。あとはね、これはフェリックス、ミッキーマウスとは違う、フェリックス独特の、味わいとしてはね、よく夢を見るんですよ、アニメの中で、でそれ夢が大体みんな悪夢なんです。怖い夢なんです。例えば、ね、巨大な鶏に追っかけられて逃げ惑うとかね、そういう夢の世界がアニメの中に出てくる、でそれがちょっとね、描き方がなんていうのかな、超現実的というかシュームレアリスティックなんです。でそれがやっぱり他のアニメとは違う、もっとおめすまの世界なんですね。なんでしょうね、発想力が豊かなだけじゃなくて、ちょっと寂しさを感じさせますね、それがやっぱり見てる人も寂しさを感じてたりしてたから、そこに投影したんですかね。そうですね、やっぱりそれだけの訴求力っていうかな、訴える力があるんですね、その猫に同化したいっていう。で本当に画面としても、ね、だだっ広い中に一人猫がいてね、なんかこうどうしようと思って、 どうしようどうやってこの世の中で生きていこうかっていうような、そういうなんかね、切実な感じね、があるんですよ。なるほど。孤独だっていうことが一つの訴える力があるわけですよ。寂しそうだなっていう、かわいそうだなって感じになるわけです。見守っていたい、守っていたいっていう、でよくそのたった一人でね、世界に挑戦してるっていうのか、頑張ってるという印象があるんです、だから世界一孤独な猫っていう感じがあったんですね。そうなんですか。なんかもう最後の方のアニメとか見ちゃうと、そうなんです、もうすごい常に人がいて周りに。50年代のジョー・オリオールさんの、フェリックスはね、やっぱりテレビ向けで一般的にこう親しみやすいように、ちょっと家族的にしてあるわけですね。やっぱ色とかは本当に今のすごい細やかな繊細なアニメーションにはないものがすごく反映されてると思うし、可愛いです。形とかも結構、そうですね、それは確かに幾何学模様みたいな感じ。基本的にはやっぱりメスマーさんのなんていうかな、デザインを生かしてますからね、少し変えてあるけれども、顔のなんかこう笑った表情の時も口がものすごく大きくなるでしょう、はい、あれが可愛いですよね、カーンと普段もあれが可愛い、ね、だからそういう風にね、フェリックスらしさっていうのはずっとこう保ちながら何かこう付け加えていくという、それをやっていると思うんですね。それからね、日本での影響っていうと一番大きいのは漫画への影響をはっきり言いますと、田川水宝っていう漫画家がいて、野良黒っていうキャラクター、あ、はいはいはい、あれはね、キャラクターは1931年に作られたんですね、はい、それでね、僕最初に野良黒を読んだ時ね、なんかこれフェリックスに似てるなと思ったんですよ。確かに、田川さんは1989年に90歳で亡くなられたのかな、その亡くなられる1年かそこら前にですね、ラジオ番組に出たんです、はい、でそこで初めてね、実は打ち明けたんです、はい、だからあんまり聞いてる人いなかったんです。でもね、実はそのノラクロっていうのはフェリックスを見てあれに影響を受けたんだ、そうだったんですか。そうすると僕は、はい、なるほど、やっぱりそうすると思った通りだなと思ったんですが、何かそういうキャラクター、ノラクロのキャラクターの元になるようなものを得たんだと思いますね。
史ですね。一つの、まあ、こういう時代があって、まあ、ちょっとディズニーに押されてしまった時代があって、そしてアニメとして復活してっていう、なんか一つのキャラクターを通して本当に長い長い歴史を見ているような気がするんですけど、ただの娯楽、その時の一過性の娯楽じゃなくて、やっぱりそういう大衆的なものだけど、それを一つの文化っていうのかね、あの非常に大事にしてるという感じがあるじゃないですか。そうですね、もうまさに文化ですよね、その深さが、だから私もなんか今でもすごい好きなんだろうなと思います。そして今歴史を振り返っていても驚きがあるし感動をもらえるんだなって。そうですね、はい、ただ可愛いだけじゃない、そうですね、うん。日本では上陸から四半世紀が経った1980年代、再びフィリックスの大ブームが巻き起こりました。雑誌オリーブでは人気ナンバーワンキャラクターにも選出。目に優しい洗練されたモノトーンデザインが流行していた当時、デザイン性と可愛らしさを併せ持つフィリックスは、女性を中心に若者たちの感性を刺激しました。エアコンステレオ付きアメリカ生まれの僕がイントロデュース。その後もフィリックスは指折りの人気キャラクターとして根強い人気を誇っています。時代も国境も超えて生き続けるスーパースターなのです。こんなにいろいろあるんですね。どれどれ、まずこれがギター。おー、ちゃんと音が鳴る。いろんな表情のポーズのフィリックスくんがプリントされてます。あ、私ね、これが一番人生初フィリックスくんかも。ガム、これ懐かしいなんて人多いんじゃないでしょうかね。え、駄菓子屋さんとかでよく今も売ってますよね。あ、なんだこれ。さあ、フィリックス選手いきます。キャーあとは、あ、こんなところに見覚えのあるエプロンがありますけど、実はこれうちから持ってきました。私が小学生の時から使っているエプロンなんですね。今でもね使ってるんですけど、小学校の初めての家庭科の授業で買った割に全然クタッとならずに使えてます。フィリックスくんだから持っていたっていうのはありますよね。やっぱね可愛いんですよね、この赤の色と、あと、その時だけ人気があったキャラクターじゃないっていうのが大きい理由です。ずっと使えるだけ買っていきたいなと思ってます。アメリカのフィリックス・ザ・キャット・プロダクションでは、今も現代のクリエイターたちが新たなフィリックスを生み出し続けています。リードするのはフィリックスを復活させたジョー・オリオロの息子ドン・オリオロ。フィリックスの新たなクリエイターであり、音楽家、ビジネスマンとしても活躍しています。You know, Felix has been around for quite some time. It all started out with Uncle Otto Mesmer. I say uncle because he was like a part of the family. I was very fortunate to know Otto and all of his peers. They were the people that basically created the animation business. You know, back when Otto and my father Joe Oriolo and all of the other pioneers in the industry were animating,
There weren't any books, there weren't any encyclopedias, there was nowhere to go to learn how to edit it. They literally had to create the industry on the fly.アニメーションの歴史とも重なるフィリックス90年の伝統を受け継ぎながら新たな未来が切り開かれているのです。いやー、小さい頃からなんとなく可愛いからって言って好きだったフィリックスくんなんですけど、90年間愛され続けていたんだっていうとすごい言葉短いし軽く受け止めちゃうけど、とんでもない。やっぱその間にいろんなことがあって、いろんな思いがあって、いろんな失敗があって成功があって、そういう中で一言で見るとこれはいいことだったのねってなっちゃうけど、その時の苦労って悩んだと思うし、もう嫌だと思っちゃったこういうようなこともあるんじゃないかなと思います。これからフィリックス君を見かけたら、なんかその無邪気な笑顔の奥にいろんなものを感じてしまいそうですね。一つのキャラクターが生まれることに、そして愛され続けていくことに本当に本当に、敬意を持ちました。不思議です、こんな猫ちゃんがたくさんの人の心に受け継がれているんだなっていうことが。The principal thing is that Felix in those days was helpful, you know, and he would help people. That was the trick. He'd start off walking alone and see some trouble, and in his particular fashion, he would help them out, you know. See, in the meantime, the other cartoonists, beautiful work, you know, beautiful animation, everything, but just the one night.Nothing to remember, you know, no character. It's just a lot of... But this one stood out, you know? Animation the way it was, it gave a universal appeal to both kids and adults. And the reason Felix is great now is the fathers of the people that were brought up with my films that are adults today know Felix,and their kids are beginning to know him again. So it's going to be a chain reaction all the way through. You see? 90年間、人々に夢を与え続ける一匹の黒猫。